はい、タバコとマースの何かな何までタバコとのお時間がやってまいりました。はい、じゃあね、今日もご質問の方にお答えしていきます。マースさん、部分の効用拡大、まあ自己拡大のことですね。自我、部分の効用拡大特記は万物にまた神神が創造主体と呼ぶ未知に嫌われるというのは本当ですかね。まあそういうことばっかり言ってますからね。たわごとです。はい質問に自己万物の部分の特記は拡大は一体の中では誤作動であるとは本当ですかね。はい、たわごとなんですっていうことでね。まあこれについてご質問なんですね。まあどういうことかと言いますとね、要はね、万物ってうまくできてて、っていうか神っていうんですか、なんて呼んでもいいんですけどね、神がすごい素晴らしくうまくできてるというか、ある意味ね、神って呼ぶものが愛である証拠、一体である証拠、それはね、部分になるとね、自ら罰するようにできてる、科学的にねできてしまっているというのは、まあ、これから量子力学が暴いていくところなんですよね。まあ、量子力学がそれを暴けなければそれ自体ね偽物として終わっていきます。たわごとですよまあね、どういうことかと言いますとね、自我っていうのは恐れなんですよ。恐れの塊で、自己拡大が大きくなれば、大物になればなるほど、大王になればなるほどね、恐怖でかくなるわけですよ。それに備えてですね、また代々大物の人のお父さん大物っていうかね、まあ、僕のとこ小物ですよ。もう東京地検のね、しがない公務員ですから、法務省のね、小物はいいことです大物の人っていうのはね、万物の中での自己拡大が大きい、強いってことですよね。そうするとね、恐怖がねでかいってことになってしまうんですよ。それがなきゃね、どんなに大物になっていただいても大丈夫だし、でもやっぱりそれで相談を受けるでしょ、いろいろと大物の方たち、お友達いっぱいね、昔からもいました。そう、みんなね、恐怖でかいんですよね。だから頑張れるんですよ。芸能界もそうですよ。恐怖が大きい方が出世するとかね、偉くなるとか言ってるけど、みんな結局苦しむんですよ。で、まあ、織田信長、アレキサンダー大王もね、お母さんに殺されそうになるって、お母さんと弟、まあ、腹は一緒か、種違いの弟を、まあ、殺すことになるわけですけど、まあ、本当にとんでもないことが家で起こるんですよ。王家とかね、大物のところっていうのは大変、すごい大変だから、まあ、うちの親父はね、よく言ってました。大物になるなよお前、偉くなるな、すごくなるなよ、自己拡大するなと、過信するなと、必ず捕まるぞとね、うのぼれるな、過信するな、偉くなろうとするなね、まあ、そういう教育のもとに育ちました。はい、だからね、有名になるな、大物になるな、すごくなるな、勝つな、偉くなるな、人を勝たせ、人を押し上げろというね、そうじゃないと、そういうその自己拡大の人は捕まえるぞと、ちっちゃい時は、赤ちゃんの時はそれ言われてましたね。はい、でも僕はそれにすごく正義を感じて、なんか父親を深いところで尊敬してました。母のこともね、立派だなと、一体であるっていうのはね、立派だなって子供が思うんですよね。それで叱られてもね、嫌じゃないんですよ。今ちょっと扇風機をね、ちっちゃくします。リリも当たってるからね。まあ宇宙がね、神が愛でできてるなって本当つくづく思うのは、そういう仕組みになってるからね、
ものとか自己拡大、自我が強い、エゴが強いとね、滅びちゃうんですね。だからちゃんと愛に戻るようにこの世界はできてるとね。でものすごい苦しむんですよ、自己拡大っていうのはね。宇宙に合わないでしょ。だから自己高揚、自己は勝つとか偉くなるとかすごくなるというと、チャンピオンになったね友達とかもいっぱいいるけどね、みんな苦しんで、みんなおかしくなりますよね。スポーツ界もそうですよ、野球もいろんなね、いっぱい知り合いの方たちいますけどね、みんな大変でしたね。本当にもうね、宇宙っていうのはうまくできてて、その法則通り自己拡大ほど自分をね破滅に向かわせるものはないとね。ちっちゃく生きる、素朴に生きる、他を愛する、他を尊ぶ、他を思いやるね、他を殺すとか他をねやっつけるとかね、他を騙すなんてね最低ですね。そんなことしたらとんでもない自らを罰しちゃいますからね。それが10回ですね、はい。まあ、ああいうのもいろいろと改ざんもありますけど、まあでも基本ね、その一体の神々天神が大河、一体です。で質問の3つ目ですね。部分が偉い、すごい、勝ってる、突起してる、目立つ、大物、大王、それは万物では良いことではないのですかってね、いうご質問なんですね。まあ、実際にそれを目指した方々が幸せになりましたかって、これマサ答えてるんですよ。っていうか答えてるというか質問してるんですね、これ講演会みたいなところで。まあ、実際にそれを目指した方々は幸せになりましたか、調べてくださいと。あなたの周りにいる大物、偉くなったスター、大スターね、すごくなった人たちどうですかと。それから他を滅ぼす人となってませんか、その人たちはね。で苦しんでませんかと、辛くないですかとね。これ宇宙の法則通り、宇宙が天は神はそれだけ作っとけば、分離したら苦しむって作っとけば元に戻ると思いませんか。この解決ってうちのね千春君のあのコンピューター直すよりもよほど完璧ですよね。千春君すごいから何でも直しちゃうけど、でも神様の場合は最初からね、もう分離したら苦しむ、分離したら罰当たる、だって恐れでしょ。分離って恐れなんですよ、自我って恐れなんですよ。それを拡大したらもっと恐れるわけですよ。そうすると深層心理で実現するのは恐れなんですよね。みんな想像の主体の子ですからね、自分の範囲は想像できるわけですよ、クリエーションできるわけです。ということは、でかつ顕在意識は実現しないんですよ。深層心理を実現するようにできてるんです。深層心理っていうのは、まあ、ああなっちゃうんじゃないか、こうなっちゃうんじゃないかって不安や恐れ、大体ね、字が強いとね、怒られたくないんですよ。怒られるの怖いんですよ。だから深いところで怒られたくないと思ってるんですね。だから怒られるようなことを、そう、うちの親父たちが捕まえに来るっていうね、そういうふうに子供の時から思いましたよね。何しろ恐れてるものを実現する。ね、怒られたくないとか、やっつけられたくないとかね、バレたくないとかね、それが実現しちゃうんですね、深層心理がね。それぐらい創造主であるという、ちっちゃな創造主、小創造主ね。人間は小創造主、ちょっと言いにくいんで違う言い方しましょう、ミニチュア、ミニチュア、何がいいかな、スモールクリエーションね。人間とはスモールクリエーションであるね、ビッグクリエーションではないが、スモールクリエーション、深層心理を実現するね。だから天は管理しなくていいんですね、神は管理しなくて、直しに行かなくていいわけですね。任しておけばもう
本人がね自分を罰するし、本人が自分を嫌うし、家族が嫌うしね、もう仲間には裏切るし、まあ自己拡大したらもうトラブルが毎日次から次へとね、それやめるまで続くというね、早くやめた人がいいですね。で真に勝つっていうかね、偉くなるっていうのあるんですよ。それはね、突起するのをやめた人ですね。これは素晴らしいですよ。こんだけ人類が今突起する文化文明の中で自己拡大自我高揚の世界でね、それをやめてたらね、自然と美しいですよ。自然とね、大物になりたいならそっちの方がいいですよ。部分の突起なんてやったらもう見にくくなっちゃって、もうね最後悪魔になっちゃいますよ。そういうならないように、だって神の子だし天使なんだもん、みんなね、打天使なだけで天使なんだから天使に戻らないと、みんなねそれに気づいてください。改心して愛に戻ってください。あなたは愛なんですよ本当はね。そういう悪いこともやめてね、お父さん大物だったかもしれませんけど、それみんなね代々で苦しんでるんですよ。あなた見てきましたよね。ね、そういうことにならないように早くやめて愛へ帰ってください。あなたは美しいあなたへ戻ってください。それが本当のあなたですよ。リーダーの皆さん、ね、政治家の皆さん、経済人の皆さん、王の皆さん、美しいところに帰ってください。あなたの美しさ、素晴らしさにお帰りください。ね、そうしないと幸せになれないから。それが宇宙の法則だから。ね。まあこのね、アンサーの方にマースが言ってた。実際にそれを目指した方々は幸せになりましたか？なってます？世界中の大物の人たち幸せですか？まあ小物の人たちも幸せかどうかわかんないけど、みんなね自我でいたら幸せじゃないですよ。一体の世界なんだもん。一体で生きるとき一番幸せでね、至福で、空も大地も海も細菌さんたちも花々もで虫さんたちもみんな一体物、リリーとも一体でね、一体物で可愛い、可愛いなね、なんて可愛い、もうこの背中、もうこのカールしちゃっててもね、皆さんのワンワンも可愛いね、愛しいでしょ。もう死んでもいいと思います。一緒に死にたい。それぐらいね、全く別の種族ですよね。宇宙人の方々と一緒ですよ。それと愛し合えるっていう素晴らしさ、それと愛しみ合える素晴らしさね、ワンワン好きの皆さん、そうですよね。だから愛してるんです。このね、他なんてないんですよ。みんな一体なんですよ。宇宙人の方もみんな愛だしね、みんなそこに戻るだけです。妄想で今ね、そこからね、打天使に習えたりね、分離しちゃって自我を信じちゃって、でもその人たちのせいですか？本当にそうですか？ね、世界がだって分離なんですよ。分離の文明文化をやめないとね、もう本当に学校教育か何か全て分離は嘘だから、事実じゃないから、全てが補い合って助け合ってる世界ですよ。細菌も素粒子も原子も分子もみんなが助け合って、みんなが支え合ってる世界で、もう一体だっていうとこから科学を調べたら全部紐解けますよ。すごいんですから、素晴らしいんですよ。ものすごく科学の水準は上がります。人類は本当に幸せになりますね。この世界が分離していると信じている人は部分のために生き、一体だと感じている人は、まあ、自我のために生きね、一体だと感じている人は民のため、自らを含め他のためになることを本気で行うとマーさんおっしゃいます。そうですね、だって一体の世界だからね、科学的にそうだから、そのことについてお伝えください。もうおっしゃる通りです。だから民をね愛する、民を滅ぼすとか殺すとかね、わけのわかんないそういう分離の極致みたいなのはしちゃダメですよ。もうみんなね、一体に帰って愛に戻って、本当の自分ね、本質、肉体脳じゃなくて自我脳じゃなくて、本当の神から与えられた、天から与えられた本当の自分に戻らないとね、そしたら幸せになるし、みんなから本当に愛されるし、自分のことも愛せるし、自分を罰さない
ね、破滅に向かわせない、ダメにしない、あなたも愛だし、あなたも本当は天使で本当美しい存在なんですよ。それを一度も体験しないでいいんですか。お父さんもおじいさんもまたそのまたまた代々代々が戦いや分離を信じてきた可能性があります。それは間違いです。科学的な事実じゃありません。これから人類は目覚めます。一体の世界に、愛の世界にみんなが気づきます。全てが一体でつながってますね。そういう世界をみんなで作りましょうね。まあ、そういうご質問今日はね、いただきました。これからね、全人類一体だってことをベースにあらゆるものを作って生み出して、みんなでね、素晴らしい世界にしていきたいと思います。それじゃあまたお会いしましょう。お相手は今日のようにたわごとベラベラマースでございました。さようなら。